こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではスラックスというアイテムについて解説をしたいと思います。僕は普段ですね、ブログですとかオンラインスクールですとか、あと書籍の中でスラックスをお勧めすることが割と多いんですね。で、僕自身もですね、仕事の時にはスラックスを履くことが非常に多くて、あとはカジュアルの時でも割と半分ぐらいはですね、スラックスを履いてることが多いんですね。まあ、僕と同じようにファッションが好きだったり、ファッションが趣味な方であれば、スラックスというアイテムをカジュアルの場面で使うということはそこまで抵抗はないかなと思うんですが、ごく一般の方ですとか、おしゃれが苦手な方にとって、まあ、スラックスというアイテムをどのようにカジュアルに落とし込めばいいのかってなかなか分かりづらいと思いますので、今回はスラックスというテーマでお話をしてみたいと思っています。まずはですね、スラックスっていうものがどういうものなのかを簡単に解説したいと思うんですが、なかなか定義付けが難しいんですね。ですので、ここではざっくりと理解していただきたいと思いますので、皆さんに思い浮かべていただきたいのは、スーツだとかビジネスシーンで履くボトムスを想像していただきたいんですね。ネイビーですとかブラックですとかグレーのもので、真ん中にですね、センタープレスが効いているもの、こういったものをスラックスとこの動画の中では定義したいと思います。まあ、今お伝えしたようにビジネスシーンで使うことが本来多いアイテムなんですね。僕が今履いているのもまさにスラックスというアイテムになっています。まあ、センタープレスが効いていますよね。これは比較をしてみると分かりやすいんですが、スラックス系のアイテムとジーンズ系を比較すると、割とジーンズというのはスリムフィットですとかスキニフィットのように足にこうぴったりとフィットしているものが多いんですね。お尻周りもフィットしていて、もも周り、そして膝から下も割と切れ目にフィットしていることが多いんですが、一方でスラックスというのは割とゆとりがあるんですね。まあ、見ていただくと分かる通り、もも周りにはゆとりありますし、腰周りも決してきつくないんですね。お尻もパンパンではありません。まあ、適度なゆとりがありつつも、膝から下がスッと細くなるものが最近のスラックスは多いんですね。ですので、こうだんだんこうももから下にかけて細くなっていくシルエット、まあ、こういうものをテーパード型と呼んだりするんですが、そういうスラックスが最近は多いんですね。つまり足にピタッと張り付かずに、ももあたりから裾にかけてストンと落ちるのが、まあ、スラックスの特徴なんですね。ですので、スラックスにはいくつかのメリットがあるんですけども、足にピタッとフィットしすぎないので、足が細い人だとその華奢な感じを隠すことができますし、むしろぽっちゃり体型の方も自分の足の太さとかを隠すことができるんですね。足のラインというものをぼかすことができる、これがスラックスのすごくいい点なのかなと思っています。僕ももともとサッカーだとか陸上競技をやってたので、もも周りだとかお尻周りが結構がっしりしてるんですね。ですので、あまりタイトなものを履いてしまうと、その足のラインがそのまま出てしまって、そんなにかっこよくないんですね。ですので、スラックスみたいなアイテムである程度ゆとりを持たせながらも裾にかけて細くなっていく、そういったものを履くと意外とスタイルがよく見えるので、足の長さだとか足の太さに困っている方はスラックスすごくおすすめしたいアイテムなのかなと思っています。あと一つスラックスの特徴なんですが、全てのメンズファッションのアイテムというのは、綺麗めのアイテムなのかカジュアルのアイテムなのか、2つどちらかに分類ができるんですね。で、ブルージーンズですとかチノパンですとかカーゴパンツみたいなものはカジュアルなボトムスということができます。一方で、綺麗めなパンツってあんまり多くはなくて、その中の代表格というのがまさしくスラックスなんですね。普段ですね、スーツだとかビジネスで着るようなものなので、ボトムスの中でも綺麗めの雰囲気を保つことができるので、こういったものをカジュアルの中にあえてミックスするとバランスが取りやすいのかなと思っています。まあ、具体的に見てみますと、今日の僕のコーディネートはスラックスを使ったものなんですね。上半身がジージャンに、まあ、ストライプのシャツというちょっとカジュアルな感じになっていますよね。ここに対してチノパンとかを持ってくると全身がカジュアルになってしまうので、ボトムスは引き締めたいなと思うんですね。ですので、僕はブラックのスラックスを合わせて綺麗めな要素をあえて足すようにしています。このように上半身がカジュアルな時にスラックスで引き締めるというのが王道なのかなと思っています。例えば最近トレンドになっているパーカーですとか、あとはナイロンパーカーとか、フードのついているものなんかとスラックスもめちゃくちゃ相性がいいんですね。ですので、ちょっと上半身がカジュアルの時こそスラックスぜひ活用していただきたいなと思っています。一方で、ジャケットにシャツにスラックスみたいな感じで全部がきれいめにまとまってしまうと、それはもうカジュアル着ではなくてビジネスカジュアルになってしまう
まうので、それは気をつけた方がいいかなと思っています。あとステンカラーコートだとかチェスターコートだとかネイビーのジャケットのようなビジネスライクなものと合わせるのではなくて、カジュアルなものを必ず入れてもらうとスラックスの良さが生きてくるかなと思っています。で、このスラックスというものを使うときにいくつか注意したい点があるんですね。失敗するとビジネスで履いているスラックスとあんまり変わらなくて私服に馴染まないということがあるんですね。ですので2つの点を注意していただきたいなと思っています。この話をするのにですね、足元が必ず映らなくちゃいけないので、ちょっとこの後ですね、椅子の上に登りたいと思います。僕はこの画角の問題でなかなか足元までいつも映せなくて、コメント欄とかでですね、足元まで見せてくださいっていうものが非常に多いんですが、申し訳ないです、なかなかそれができないんですね。ですので今日は足元絶対に見せたいので、この後椅子に登って解説をしたいと思っています。はい、登ってみました。なかなか今までいないシュールな光景になっていますが、ちょっとこれで見ていきたいと思います。主にボトムスと靴の関係を見ていただきたいんですが、スラックスというきれいめなアイテムを合わせるときに靴まで革靴だとやはりビジネスライクな雰囲気になってしまうんですね。ですのでこういったスラックスに合わせるのは必ずスニーカーの方がバランスがいいかなと思っています。僕は今ブラックのスラックスなので、あえてコントラストを高めるために白系のスニーカーを使っています。こちらブラックのスニーカーを合わせるのもいいですが、ソールの部分だけせめて白のものを選んでもらうとバランスが取りやすいかなと思っています。こういったレザースニーカーだけじゃなくてニューバランスの M1400 だとか、そういったちょっとカジュアルなものを合わせても意外とバランスがいいので、スラックスにはスニーカーを合わせるというところをぜひ意識していただきたいなと思っています。あともう一点気をつけていただきたい点がありまして、スラックスの長さがすごく大切なんですね。通常ビジネスシーンで着るスーツだとかビジカ状のスラックスっていうのは丈の長さでいうとハーフクッションだとかちょっと長めのワンクッションぐらいにしてる方も多いかなと思うんですが、それだとちょっと硬すぎてしまうので、カジュアル用として履くスラックスというのはやや短めに仕立てるのがいいかなと思います。お直しの際に実際に自分が履く靴と合わせてちょっとくるぶしあたりが見えるぐらい、僕はくぶたげと呼んでるんですが、このようにスラックスをちょっと短くすることでカジュアルな雰囲気が出てきて私服に馴染みやすくなりますので、その点も覚えていただきたいなと思っています。はい、ということで今回はスラックスについて解説をしてみました。意外とですね、スラックスをうまく使えている方多くはないんですね。ファッション初心者から中級者に登るときにこういったスラックスが使えるようになるとかなり幅が広がるかなと思っています。僕個人としてはですね、結構ブルージーンズだとかブラックジーンズを履くよりもですね、こういったスラックスを選ぶことが多いです。ブラックのスラックスですとか、もうちょっとですね柔らかさを出したいときはグレー無地のスラックスなんかを履きますし、アクセントにしたいときにはストライプ柄のスラックスみたいなのを履きます。こういった3本で僕は回すことが多くて、割とジーンズ系よりも重宝して使ってるかなというふうに思っています。こういったスラックスなんですけど、まず気軽に取り入れるのであればユニクロを活用するといいかなと思っています。ユニクロだったら感動パンツと呼ばれるシリーズだったり、アンクルパンツというシリーズがあったりするんですね。このあたりのものがセンタープレス効いてるものが多いので、割とカジュアルにも使いやすいかなと思っています。特におすすめなのがウールライクのアンクルパンツですね。こちらからまずは始めてみるとバランスが取りやすいかなと思っています。ぜひスラックスを活用してファッションの幅を広げていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。